皆さんこんにちはいつも動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございますいやでもね,ね年明け嬉しいですねあのー、お一人も結構私15600人の方とつながってるんですがお一人も先生金売却した方がいいですよねっていう風うに問い合わせてきている方がいらっしゃいませんあのー、1年ぐらい前は 先生もう倍額した方がいいですよねっていう方が何人もこう問い合わせが来てたんですがここ2ヶ月ちょっとぐらい1人もいないいななんじゃないですかねあのやっとそういう意見がなくなってきて嬉しいなというふうに思っております。というのでねえ皆さん大変喜んでいただいてるんじゃないでしょうか。今日はあの5つぐらいにえまとめてるんですけども何でこうやって今最高値を更新したかと。 昨日2,200ドルに瞬間入ってるんですがちょっとアメリカの株式市場に過熱感があって今後株価が調整した時にあの資産を守るために、まあ、株式からちょっと金の方に結構お金が流れてきてるんじゃないかなというのが、まあ、一つ意見としてあります。はい、二つ目 全世界の今金融資産が約7軒円ありまして金の時価総額は2,200兆円ですからまあ3%ぐらいですね100マネーがあってそっからほんのちょっとだけ金の方へ動いても例えばマネー7軒円のうち1%の700兆円が動いたらもう金の方はもう大暴騰してしまうわけですよ。だからもう ほんのあの10兆20兆30兆というお金でも金の方に入れば価格ってこう上がるっていうことなのでまあ金の時価総額っていうのはまあ意外と少ないんだちっちゃいんだよっていうことをぜひ覚えておいてください。でもう一つ3つ目これは前から申し上げてますように地球上で採掘可能な金はあと1 2三3年ぐらいっていうふうに言われています。供給が細り 需要が個人と中央銀行で強烈にまだ増えていますので、供給が細って需要が増えればね、それは価格は確実に上がっていくんじゃないかと思いますよね。はい。で最後五つ目になるんですが、いよいよ六月ぐらいからアメリカが利下げをしそうなので、まあ欧米がですね、ヨーロッパもしそうですから、そうすると。 え金利がつかない金の方の優位性が高まっていきます今こんな5.5%の短期金利がある状況で、えー、これだけ金が高いということはこの5.5が4%台とかに下がっていくとさらに金価格の方の投資見読みが出てくるとまあいうことはまあ予想されますねまあ今2200ドル近辺まで来ましたが私はとりあえず今年2800ドルその先は 8, ドルからオーバーシュートして1万2,000ドルぐらいまでを考えています、ね、ぜひインフレ円安に備えるのに、えー、我々の国の円建ての金がまあ最適じゃないかなと思いますね、はい、最後いきましょうこれ、えー、ETF です1540番純金の ETF ですが昨日9755円になっています まだ年将来9.4%しか上がってませんがまあ2,185ドルがドル建てで為替かけて1トロイオンス 31.1g で割って1万円まで来ましたねあの4,000円台前半のこんなような時からするとね覚醒の感がありますが消費税1割払うともう1万1,300円台っていうことですのでまあまああのでもね これ私10万円までこれが10万円までいくと思ってるわけですのでここから10年ぐらいで10万円になるっていうことは年率26%の10年ふ利を目指すっていうことですのでどんどんね何人かの方にお問い合わせいただいたのは「現物がいいですか?」証証券券ネット証券とかで その積み立てみたいなのがいいんですかとかいろいろ聞かれるんですがあのネット証券の積み立てみたいなのが悪いとは思わないんですけど何かあった時にやっぱり現物で手元にあるっていう方がこ,こからろいろね,色々ねデジタルの件でいろいろとトラブルがあったりした場合にやっぱり現物を持つっていうこともお考えいただけるといいんじゃないかと思います。 本編ではまだ金がこういう理由でこうやって上がっていきますよっていうのをまだまだいっぱい情報が詰まっておりますのでぜひ一度2時間の本編の方もご覧いただけるとありがたいと思いますどうぞ引き続き続ご視聴のほどよろししくお願いします。